九月三十日事件、九月三十日事件、九月三十日事件、通称九点三0事件とは、九百六十五年九月三十日に、インドネシアで発生した軍事クーデターである。クーデターを起こした、国軍部隊は、権力奪取に失敗しているので、正しくは、クーデター未遂事件とするべきであるが、一般に、未遂事件後のスハルト陸軍少将、当時による首謀者、 共産党力の総統作戦に関連する一連の事象全体を指して9月30日事件と総称している。事件の背景として国軍と共産党の権力闘争、スカルノ大統領、当時の経済政策の失敗に伴う国内混乱、マレーシアとの対立により国際連合だった今で至った国際政治におけるインレシアの孤立などがあった。 この事件を契機として、東南アジア最大だったインドネシア共産党は、壊滅し、初代大統領スカルノは失脚した。9月30日事件の詳細な経緯については、スハルト政権崩壊後の今日においても、未だ多くの謎に包まれている。スカルノの排除を狙うスハルトが仕掛けた、カウンタークーデターである優説、スカルノの左傾化と、中華人民共和国への急接近を警戒した。 アメリカ合衆国の中央情報局が背後にいたという説、あるいはインドネシア共産党と親密であった中国共産党が関与しいたという説など様々な陰謀説が主張されているが、いずれも推測の意見を出ていない。いずれにしても、この事件の影響でインドネシアと中華人民共和国との外交関係が政府間のみならず民間関係も含めて悪化し、それと、 反比例して、イギリスやアメリカなどの西側諸国との交換系が良好なものとなっていった。スハルトが2008年1月27日に死亡したため、本人の口からことの真相を聞くことは不可能となり、また事件後の共産主義者狩りに動員された人々の多くが被害者側からの報復を恐れてお閉ざしていることも、事件の全貌を解明することを難しくしていると言える。 しかし、近年、9.30事件をテーマとした映画が制作され、インドネシアでも上映されたことをきっかけに、事件の真相究明を求める動きが広がっている。インドネシア国内では、この事件を、9月30日運動という。また、その略語に、黒幕とされたインドネシア共産党の頭文字をつけて、とも呼ばれる、この故障が、スハルト政権下で認されていたが、 後半の武器は民主化後など時期によっては外されている。さらに、特に9月30日のクーデター未遂事件を、クーデター部隊を、ナチスのゲスタッポ、イコール恐怖政治の異名にかけて、ゲスタップ、と言い,い、翌日以降のスハルトラによる相当作戦を、グストク、10月、1日運動と呼んで区別する場合も、ある。インドネシア原国の父となったスカルノは、 国民をオランダの植民地支配から解放したという点で、まさしく国民的英雄だった。その一方で、オランダの植民地時代の遺産の完全否定は、経済的にプラスになる部分まで切り捨ててしまったために、同国に経済的な疲弊をもたらした。旧オランダ領東インド時代のジャワは、世界でも有数の砂糖生産地であり、その輸出により、 経済が成立していた。こうしたモノカルチャー経済に大きく依存していた国民経済は世界市場変動によって左右されやすく政治的独立を達成したスカルノにとって次なる課題はそうした植民地経済の遺産を生産し経済的独立を達成することであった。スカルノは欧米諸国、その中でも急走四国のオランダやイギリスのみならず 独立を支援していたアメリカ合衆国を含む西側諸国を中心とした外国企業の資産を接収し新たな外資の導入も禁止することで欧米諸国を中心とした外資の排除を図った。また植民地時代から経済分野で優勢な地位を固めていた家人を差別しさらに様々な輸入品目の規制を図ることで地場産業の振興を図り自律的な経済の自立を目指した。 しかし、これらの経済政策は、深刻な食料を不足とインフレ率数百パーセントに、達する末的な経済状況を生み出してしまった。スカルノ政権による外資凍結と外国企業接収は、それらに利権を有していた、欧米諸国からの非難を呼び起こし、それまでインドネシアの独立を支持していた、アメリカもスカルノに対して、快感を強めていった。ここから、 スカルノ政権の転覆を図るために、アメリカの CIA が9月30日事件を作謀したという説が出てくる。1961年に、マレー半島一帯の創始国であったイギリス政府の肝入りで、マレーシア連邦が建国されると、スカルノはこれを、旧創始国による植民地主義の復活であるとして厳しく非難、国軍部隊を派遣して、 マレーシア粉砕を高らかに宣言し、1962年からは軍事衝突が断続的に起こった。これがさらなる国際的非難を招くと、1965年1月には、マレーシアの国際連合安全保障理事会、非常任理事国への当選に抗議して、国際連合からの脱退を勧告し、インドネシアの国際的孤立は、ますます深まっていった。 こうした実行を伴ったスカルノの外交パフォーマンスには多分に国内向けのナショナリズムアピールという側面があり国民の経済的困窮の不満を外に向けて発散させるという動機あったことも見逃せないそうしたスカルノの姿勢に対して国内でも軍主流派やエコノミスト一部政党政治からは危機感を強めており挙国一致して 国難を乗り越えようとするスカノの指導される民主主義末期には国内各勢力の分裂の契機が内包されていた。指導される民主主義を標榜していたスカルノは国家の危機的状況を乗り切るために民衆のナショナリズムを絶えず鼓舞していた。彼が盛んに唱えたのはナサコム、ナサコムというスローガンである。これはナズイコールネイジナリズム。 インドネシア国民党に代表されるナショナリズム、A イコールアガマ、ナフダトゥルーラマーを代表とする宗教組織、コムイコールコミュニズム、共産主義の三者一体によって、挙国一致の抑散体制を支えるスローガンであった。民衆にナショナリズムを高揚させる一方で、カルのが有力な支持基盤としたのは、インドネシア共産党だった。植民地時代以来、 時の政権に対して対決的姿勢を示し続けてきた共産党デッタが1953年にディパノ・サンタラ・アイディットが初期長に就任して以降合法的活動、大衆路線を採用しその参加の各種組織と共にスカルの政権下で順調に統制を伸ばした一方、独立戦争後に内部対立で権力が分散していた国軍は 組織の合理化など一連の改革によって組織的、求心力を強めることに成功し、国政上においても、その存在感を増しつつあった。スカルノはこの国軍を牽制するために、共産党に接近し、両者のバランサーとして振る舞うことによって、権力を維持しようとした。しかし、スカルノの下での共産党と国軍の主導権争いという構図は、 スカルの自身の健康悪化という不安要素とともに、両者の緊張関係が最高潮に達したとき、何かが起きるという暗い予感を内外に印象づけるものであった。事件後、インドネシア政府による公式見解としては、同情報省が1965年12月に発表したプレスリリースによる説明があるが、これに全面的に依拠することはできない。以下は、 二次資料を参照した記述であり、慎重な検討を要する箇所もあるので留意されたい。まず、1965年9月30日、木曜日深夜、首都ジャカルタにおいて、大統領親衛隊、第一大隊長のうんとんビンシャムスリ中佐、1926年から1966年率いる部隊が、軍事行動を開始し、この一団は、 翌10月1日未明までに、陸軍の高級将校6名を殺害し、国営ラジオ局、ラジオリパブリック・インドネシア・リーを占拠し、9月30日運動司令部、と名乗って、インドネシア革命評議会の設置を宣言した。殺害されたのは、の6人であった。なお、国防治安省、国軍参謀総長であった、アブドゥル・ハリス・ナスティオン大将も襲撃を受けたが辛くも、 殺害を免れた。身代わりに彼の個人副官ピエールテンデアン注意が射殺されている。革命評議会はこれらの陸軍将校が将軍評議会を結成して政権転覆のクーデターを準備しており、それを阻止するために決起したと説明した。陸軍の主だった首脳が死亡、逃亡し最高司令官が不在となったことにより、一時的に陸軍最高位に立つこととなった。 戦略予備軍司令官、スハルト少将は、速やかに指揮下の部隊を展開して、首都の要所を制圧し、運動に呼応した、共産党参加の共産主義青年団、プムダラヤットや、共産主義婦人運動、ゲルワにも排除することに成功し、10月2日には、混乱に終止符を打った。そして10月3日、ジャカルタのハリム空軍基地近くのルバンブヤーで、 フルイドに投げ込まれていた六将軍の遺体が発見され、翌日その葬儀が、スハルトも訪れた上で、大々的に行われた。その模様を知らされた国民は、事件の残忍さに侵犯した、以後、スハルト政権下では、毎年10月1日、この時の模様を、テレビ特番で放送し、共産党の残忍さを国民に知らしめ、また事件後の、 共産主義者狩りを思い出させることによって恐怖の記憶を定着化させていた。実験当日、スカルノはクーデター部隊の本拠地となったハリム空軍基地にいて、その直後ボゴール宮殿に身を移しているが、それまで共産党に肩入れしてきた経緯もあって、事件への関与を疑われる厳しい立場に追い込まれた。スハルトと会談したスカルノが、 事件後の治安秩序回復に必要な全ての権限をスハルトに与えたことは、そうした立場での交渉力の弱さをつかれたものと思われる。そのスハルトへの権限異常は、後にスカルの自身の政治生命を奪う致命傷となった。当時のスハルトは、インドネシア独立戦争や、西イアン解放作戦などで、野戦指揮官としての評価を得て、陸軍内で昇進を続け、 1963年5月、陸軍の精鋭部隊である戦略予備軍司令官に就任。1965年1月には、マレーシア粉砕作戦司令部副司令官にも任命されていた。一見、政治的野心からは、ほど遠い、堅実な軍人と映ったのか、スカルノはスハルトを徴用した。しかし、9月30日事件は、 両者の力関係を完全に逆転させた。スカルノから治安秩序回復の全権意義を得た、スハルトの主導の下、クーデター首謀者とされた、ウントゥン大統領親衛隊長や、事件に関与したとして、インドネシア共産党書記長のディパヌ・サンタラー・アイリットを、はじめとする共産主義者、約50万、特に40万人の家強に対する集団虐殺が、起きた、中国語教育や、 過活動も同時に禁止された。20世紀最大の虐殺の一つとも言われ、50万人前後とも、最大推計では300万人とも言われるその数は、今日でも正確には把握されていないが、こうした残虐な大虐殺は、1965年10月から1966年3月頃まで、スマトラ、ジャワ、バリで続いたとみられる。 インドネシアの国民的作家プラムリアアナンタトゥールも、この時こうされ、以後長い獄中生活を強いられることになった。このように、共産主義勢力を物理的に破壊していく過程で、大きな役割を果たしたのは、共産主義者狩りに動員された、青年団、イスラーム団体、ならずもの集団であった。共産党への接近を進めるなど、従来の親友路線の責任を問われたスカルノは、 1966年2月21日に新内閣を発表してなおも政権を維持しようとしたが、スハルトが陸軍、イスラーム教系諸団体、学生団体などによるスカルノ球団の該当行動を支援したため、辞任要求の圧力を抑えることができなかった。そして3月11日、スカルノはスハルトに大統領権限を委譲する命令書にサインして、 インドネシアの政変劇は終幕した。この3月11日は以後インドネシアで特別な人され、スカルノが署名した3月11日命令書サラットプリンタサベラズマーイとは略してスーパースマールスパーシマーと呼ばれスハルト政権期の大統領指名選挙を行う国民表記はこの日に開催されていた中部ジャワのスラカルタには3月11日大学という 大学まで存在する。その後1968年にスハルトは正式に大統領に就任した。事件は毛沢東の武装闘争、農村が都市を包囲する人民戦争理論という毛沢東思想の影響が見られ、中国共産党が事件に関与していると、事件直後からインドネシア当局から指摘されてり、CIA は関与を示唆しているが、中国共産党当局は、 関与を否定、中華人民共和国の公文書が公開されていないことから、現在のところ武首は存在しないが、スカルノの特使であるスーアズサカタギは、事件前に、州本来から緊急援助と武器の引き渡しがあったことを証言しており、毛沢東は、周辺の東南アジア諸国の優等である、各国共産党に武装放棄による川を積極的に推奨し、 それらが9月30日事件の背後にあったことは事実である。州東松南洋理工大学教授が中国外交部の外交文書から CIA が注目していた毛沢東、劉正旗、衆恩来、東昌平、方針、陳旗、後世などの首脳が北京訪問中のディバノサンタラアイリットから事件直前の1965年8月5日に 計画を事前に打ち明けられていた会談内容を記録した文章を発掘したが、毛沢東は国境合作と国境内戦の経験を語り、和戦量にらみで準備を進めるべきだとアイリットに伝えた。もともと、インドネシア共産党と中国共産党は国際共産主義統一戦線の優等関係にあり、1950年代後半から始まった。 中ソ対立の中でもインドネシア共産党はソビエト連邦よりあるいはソ連とか人民共和国の遠距離関係にあったが1963年にインドネシア共産党はソ連から中華人民共和国よりへとシフトし中国共産党の革命路線と毛沢東思想を鮮明に打ち出したインドネシア共産党と中国共産党は兄弟党の関係となりアイディットは 林表の人民戦争理論を先取りする理論を打ち出し、スカルノは中華人民共和国とインドネシア共産党に接近し、中華人民共和国はスカルノが推進するインドネシアの対マレーシア強行政策、国連脱退、新植民地主義批判を高く評価し、中華人民共和国は1965年にスカルノに武装農民と労働者化結成される、大古軍、陸軍、海軍、 空軍、警察に続く5番目の武装した、労働人民軍設置を持ちかけたが、それは、インドネシア陸軍とインドネシア共産党の対立の先鋭化を招いた。さらに、事件の数時間前には、インドネシアの核開発計画に対して、前年に、アジア発の核保有国となった中華人民共和国が、協力する意向を、毛沢党はスカルノに伝えていた。 1965年12月11日に事件の失敗が毛沢東に伝えられた際に帰ってこれはいいことなのだ。なぜならインドネシア共産党はここから武装闘争を展開できるからだ。インドネシア革命が失敗したと思うなと明言し、インドネシア共産党は毛沢東の勧告を聞き入れて山に登ることになるだろうと嬉しそうにしていたという。 1966年3月の日本共産党、法中団に対して、毛沢東は、事件を、インドネシア共産党の武装放棄と呼んで、事件の失敗の責任は、インドネシア共産党にあり、スカルノを猛信し、軍内部における党の力を過信した、動揺し、最後まで戦い抜かなかったと主張し、事件を、武装闘争による革命路線からすれば、不徹底な革命として批判した。 実験鎮圧後にインドネシア共産党員が粛清された後の1967年に西カリマンタン州で勃発した西カリマンタンサラワク連合部隊、カエン部隊による武装闘争は中華人民共和国の文化大革命や公衛兵の影響を受けたものであり、カエン部隊は毛沢東の著作や中国共産党の理論史、後期を読んで思想教育を行い、 中国共産党下のメディアは、毛沢東の正しい革命路線と毛沢東、林平の人民戦争理論を継承するものとして、火炎産部隊の遊撃戦を国際ニュースとして宣伝した。中国共産党は、事件時に北京に滞在していたインドネシア共産党員や、事件後に北京に被護を求めてきたインドネシア共産党員を保護するなど、 インドネシア共産党の亡命党員の受け入れなどの各種支援を行い、解体したインドネシア共産党は中国共産党主導の国際共産主義統一戦線のもとに再建され、インドネシア共産党の難民輸送船の帰着港の関東省福祉公司や海南島では、インドネシアに帰国する家境に対するインドネシア共産党の幹部養成訓練が行われた。また、新たに、 中華人民共和国に来たインドネシアの青年の中には文化大革命中に公衛兵に加わった者も,もおり南京軍官学校には1967年に100人程度のインドネシア共産党員がおり文化大革命中に批判大会やもう卓東思想の学習会に出席し遊撃戦の訓練が行われた2010年のインドネシアフランスの合作映画聖なる踊り子は 9月30日事件後の時代の嵐に飲まれた村とそこに暮らす人々を描いた映画である。2012年のイギリス・デンマークのルウェー合作ドキュメンタリー映画アクト・オブ・キリングは9月30日事件の経過で発生した民間人による大量虐殺を取り扱った。インドネシアにおいては2010年代に入っても9月30日事件を扱うことはタブーであり、 被害者への取材を禁止されたことから、制作サイドは、加害者側の民間人への取材を行い、殺害方法などを取りまとめた異色の映画作品となった。2014年には、姉妹編が公開された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。